アマングアスとは最大10人で対戦ができる人狼ゲーム。船員と1人から2人の裏切り者に分かれる。船員側はタスクを全員が完了するか。今ライトしぼまりませんでした。めっちゃ綺麗だったよ。話し合いで全ての裏切り者を排除するか。勝利となる。裏切り者は近くにいるクルーを殺すことができ、クルーと裏切り者が同じ人数になると勝利。裏切り者はスキルを使って妨害したり、強制的なミッションを発生させることもでき、強制ミッションのカウントがゼロになっても勝利となる。チャンネル登録はまだお済みでない方、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。さあ今回は、1ピンベントスタンプラリーちゃんとやっていきたいと思います。バンバーンバババババンバンバーン。おお、はい、ありがとうございます。ナイスですね。何もありません。はい、直したの双葉さんです。はい、双葉さんの真ん中1個でした。もう一瞬で終わりました。え、ボスターかわいそう。まあいいや。よし。じゃあ、ここいっとスタンプラリー1個やから、次は O2 ナビゲーションのスタンプやな。ナビゲーションスタンプ結構あるからな。いや、意外と難しいよ、これ。まあ、初日やから。ナビゲーションスタンプ結構むずいよ、これ。よし。ポン。ジョン。これもう一個あるから。ジョン。結構あるからな。はい。オッケーオッケー。右サイドオッケー。クリアクリア。はい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 。次、アドミン。アドミンも難しいよ、これ。お、アドミンもクリア。いいね。どんどんクリアしていくね。あれ。はい。あ、マジか。あら、はい。アリマ。アリマ。はい。ドズル発見しました。ローアエンジンとストレージじゃないわ。ローアエンジンとエレクトリカルの間の曲がる通路です。あ、じゃあ、絶対ドズルさん無理だと思う、これは。あ、はい、本当ですか。あの、だって、俺とすれ違った瞬間に殺すとかだって、もうすぐ疑われるじゃないですか。あ、そうですね。はい。マシャカリさんと今すれ違って、はい、誰だろう、向こう側から誰か来てます。カノアです。あ、カノアさん、はい、ちょうど今僕も自分がレポートしたと思いました。あ、なるほど。今エレクトリカルでマシャカリさんすれ違いましたよね、僕。いや、すれ違ったんですが、僕が作業してて、コミチンさんが入ってきてたって感じかな。あ、そっか、そうですね。うん、僕ちょっと前にエレクトリカルに神宮さんといて、はい、うん、同じタイミングで別れたんですよね。だから。その時にやられてるんだったら、コミチンさんは違うかなと僕は思いますけど、神宮寺さんがもし左行ってまた右に戻ってきてるんだったら分かんないなって。僕はコミチンさんあるかなと思う、タイミング的に。ただ、ドーズルさんはないかな。その前にアドミンでオラフ君と会ってる。はい、見ました。ね。はい。そう、アドミンに行ったコミチンさん。アドミンから右下行って、ストレージ行って、エレクトリカル入ってるから、神宮寺さんがローワーなら、僕は間に合わない。ちょっとごめんなさい、議論広げちゃって本当に申し訳ないんですけど、僕アドミン見ようと思ったらアドミンの弁当に向かうオラフ君が見えて、はい、殺されるって思って速攻に、ああなるほど、はいはいはい、エレクトリカル行ったらマシャカリさんが出てきたのを見て、はい、あ、マシャカリさんだ、助けてって言おうと思ったら、はいはい、左上に死体があってもう天安門やしてました。、はい、なんでオラフ君の行動を教えてほしいです。僕は右のタスクやってました。右のタスクを、いやもう弁当の上に、あ、違う違う、弁当を確認して、弁当に人がいるかなと思って、一個一個確認して右のタスク終わっていって、アドミンも
タスクやって、弁当の上確認してって感じで。覗いてたってことね。覗いてただけで、弁当の中見てましたちゃんと見てました、見てました。誰もいなかったですよ。弁当誰もいなかったです。大丈夫です。弁当は。アドミン情報見ればいいもんだって、そんなの。トラックをして、トラックをして。ここで、もう僕押しますね。スタンプラリー中でしたなんて言えんな。いや、弁当スタンプラリー中でしたなんて言えんな。弁当スタンプラリーしてたから、僕。ペントスタンプラリーしてましたなんて口が下げても言えんわ。あ、押せんかった。はいはい、はい、ミュートごめんなさい、ね、ボタン連打してて申し訳ないです、あ、ありがとうございます。あ、じゃあ僕からごめんなさい、提案なんですけど、あの、ここででもオラフ君釣るのはちょっと違うと思うんで、僕はオラフ君すごく怪しみに見てるんですけど、ジンベンさんの犯人を詰めたいです。ではい、はいはい、いいですか。カノアが、リアクターでタスクやってるとき、ロングタスクやってるときに、アリクマも同じタスクをやってたと思うんですけど、その後のアリクマさんの経路が知りたいです。リアクターで先に、長いやつをやった後に右に出てセキュリティのカメラが光ってたんで誰かなと思って見たらメンさんがいたので、はい、まあ、見てました。それを視認して上に行って、でそれを、セキュリティから出たメン、あ、僕は、アッパーエンジンでタスクをその後やったんですけど、そこの、アッパーエンジンでやってるのをメンさんが多分見てると思います、はい、見てます。なので、メンさんもできないかなって感じですね。メンさんずっと見てた感じですか。わかんない、カメラどんぐらいついてたか他の人に聞きたいんですけど、すごいこのカメラ情報だと今さらに申し訳なくなってしまうんですけど、あの、そこは初心者だったから許していただきたいっていうのと、どうぞ。コミチンさんとオラフ君が撮ったものを見ました。なんでダンス情報です。ダンス情報。あ、ダンス、あの、はい、ダンス情報な。あー、アドミンで、アドミンですか。アドミンのトノジンのところで、トノジンのところで、はい、うん、最後まで見てた感じですか、大原さんは。いや、途中で見るのをやめて、その後の動きは僕がエレクトリカルに多分近寄ってないだろうなっていう動きは見てるので大丈夫だと思います。はい、あ、じゃあ僕一個いいですか。コミュニケーションになってる時にボンさんが来たんですけど、まあ左からボンさんが来て、ボンジュールさんが、右からじゃないですか。右ですか。あ、じゃあ大丈夫です。すいません。はい。なんか、あの、右、タバとボンジュールさん一緒に、右のタスクやって回ってた。そう、やってました。ああ、その時に、あの、カメラついてるのも見てました。見ました。そうですね。最後の方ついてなかったので、あ、死んだかとは思ってましたね。なるほど。あ、じゃあ無理ってことですね。マシャカリさんってどっちから来たんですか、マシャカリさんは。僕は、リアクター、ロアエンジン、セキュリティなんで、僕は結構怪しいと思います。自分でもあれだけすけど。じゃあ、コミチンさんか、マシャカリさんか、ドズルさんのセリフって感じですか、ね。ドズルさん僕視点はないと思います。ああ、じゃあ、OK。可能性もドズルさんないかなと思う。僕目線、コミチンさんもちょっと薄いかなとは思ってます。うん。ああ、じゃあ、マシャカリか。うん。うん、なるほど、なるほど。が、シャヤヤシかなと思ってます。あ、OK です。さあ。まあ、なんか疑われてるっぽいんですけどね。はいはいはい。ちょっと逃げないでくださいよ。逃げないでくださいよ、ドズルさん。逃げないでくださいよ。逃げないでくださいよ。そんな逃げないでくださいよ。なんか、人をなんか、そう、逃げないでくださいよ。逃げないでくださいよ。ウィー、ウィー、ドゥさん、ウィー、ドゥさん、ドゥさん、逃げないでくださいよ。ブシ、ブシ、ブシ。ドゥさん絶対ビビってるやろうな、ドゥさん。こいつやべえと思って。ドゥさん。待ってくださいよ。ああさあ、待ってくださいよ。ここで、3、プシュ。なんか、弁当、エレクトリカル制覇。はい。タバさん。リアクターね。はい。お、これ制覇じゃない？いや、あと1個だな。あと1個だ。くぅ！あと1個だ。おぉ！はい。あ、よかった。うん。はい。はい。はい。リアクターが5人ぐらい見たかな、多分。はい、見てないのが2人ぐらいだったので。まあ、自分はアドビにいました。はい。なぜかというと、ドサキルしてられて、なすりつけられるのが嫌だからです。疑われてるから。おー。
なんか、そうですね。ドドルさんが僕のことビビってそうで、すごい。ドドルくんがアサルトライフル持ってる感じがして、アサルトライフルこっちに向けてる感じがします。はい。じゃあ、キルディスタンス長そうですね、オラフくん。怖いです。ロング長いから。ロング。ミドウだけど。ミドウすぐ曲がんなきゃ、それ。怖いなぁ。あのボンジューさんめちゃくちゃ白く見えます。ですよね。そうね。それめっちゃ集中した今。なんですか？セキュリティのカメラめっちゃ集中して見てて。リアクター鳴った時、あの前の話なんだけど、リアクター鳴った時にずっとウェポンにいて、うん、私その後ウェポンのタスクやったんですよ一緒に。そしたらもうボンジューさん終わってすぐ下の方行って、あのアドミンじゃなくて O2 のタスクやってという感じで進んでて、もういくらでもやるチャンスあったんですよ。なるほど。ああ、ちょっと右の方から来るなって思ってました。そうめちゃくちゃ白くは見てます。いや僕リアクター行かないでウェポンやってるの双葉さんにバレたと思って。いやそれは別にいいでしょ。やられるじゃなくてバレたバレた。いやでも逆に双葉さんもそうだと思って。サボり仲間。サボってますね最近はもう。あとメドベーセキュリティアッパーやったわ。全然あったわ。ちょっと、なんで逃げるんすか？ちょっと、ね、毎回逃げられるんやけど、話。はいはいはい。はい。あと、セキュリティとアッパーだけだな。よし。はいはいはい。あ、ナイスです。はいはいはい。んーで、あと1個だ。あとセキュリティだけだ。はい。見てもいいけど。いやー、やろうな。そんな気した。マシャカリさんな気したわ。くぅ！やられちゃったぜ。くそ。まあ、双葉さんが僕のセキュリティを見てくれてたら、ワンチャンありそう。あ！消えた！やべえな。あら、マジか、オラフ君。うわ。何もなく白くなりたいが食べだけに押したんですけど。下行け死ですか？作戦失敗ですかね。本当。あ、ごめんなさい。今、はい、10秒前ぐらいにセキュリティいた人いますか？No。多分。10秒前ですか？10秒前ぐらいだと。10秒前なら自分だな。それは多分、あれだったけど、双葉さんが多分分かってると思う。リアクターに僕ずっと音ゲーやってて、双葉さん一回見られてて。そうですね。大原さんもそこの場にいました。はい、セキュリティで何してました？マシャカリさん。セキュリティで、いや、見てましたよ、一瞬。見て、で、あ、なんもないなと思って移動して、多分、アッパーで、ドーツルさん、アッパーのその先の道で会ったと思う、ドーツルさんと。僕と会ったのはカフェテリアでした。あ、カフェか。ごめんなさい、ごめんなさい。セキュリティカメラついてないのに、結構長い間いるなと思って、下行かなと思って見ていきました。はい、ごめんなさい。ああ。はい。オラクの下位置洗いたいです。合ってないですね。合ってないな。あ、でも左の方でいましたね。結構。あ、だから僕見た後、オラフ君もしかして見てて殺されてるかもしんない。ボンさんずっとアドビ見てなかった？俺がカブキずっと永遠ずっとやってましたよ。いや、アドミンを見てるどころか、コミチンさん見てました。すいません。応援してました。超白いじゃないですか。応援してました。めちゃくちゃ応援してました、これ。一緒にアドミンのタスクを順々にやって。そこだけ別芸になってる。そうですね。その後、メットベイでもお会いしましたね、コミチンさんとね。そうだね。あ、メットベイで僕、ボンさんがあのスキャンやってるのを見て、コミチンさんが。あ、来た来た、黒いの来た来た。あの、カフェテリア方面から来た。カフェテリア方面だと思うんですけど、上から来てるのも見ました。コミチンさんとボンさんはじゃあ、白勝負できると。
お互い白っぽい。どこどこでやってるか。どこでやったかにもちょっと読みます。カノアアリクマ O2 側にいたんで、うん、このキルは多分ないと思います。うん、左側のキル。僕、マシャカルさんとペアになっていいですか。あ、いいっすよ、全然。了解です。はい、僕についてきていただけると、はい、ありがとうございます。はい、了解です。Bless you. Bless you. いやーマジか。悲しいな。もうほんと悲しいよ。弁当タスクしてた。弁当スタンプラリーしてただけやねんけど。やられちゃった。いやーこれまだ2浪残ってんもんな。いや結構いい感じでやってたんやけどな、スタンプ。タスクめっちゃ早かったで、僕。まあ、スタバさん黒やと思うで、多分。うん。まあ、シャカリさん、スタバさんが安定かな。スタバさんよく人狼なるな。嘘？え？外しすぎだろ。え、ドズルさん？今ドズルさんなんか空中に浮いてなかった？今。ドズルさん、ドズルさん、ドズルさん死んでるじゃないですか。どこで死んだんすか？え、はい、どうするさん、どうするさん死んでるので、もうそれはいいと思います。え、多分ニキルですね、マシャカリさんが。申し訳ないですね、これはマシャカリさんですね。え、なんでどうするさん死んでるんですか。多分ナビゲーションじゃないですかね。ナビゲーションに2ついてたのは覚えてるんですよ。いや、ロアエンジンです。ロアエンジンかい。はい。え、じゃあナビゲーションないですか。ナビゲーション2人わかんないです。アリクマ、アリクマアドミンで死んでます。最後、あ、そうです、最後のキルはマシャカリさんがアリクマさんキクルしました。はい。いや、してないっす。で、え、待って、てドズルさんナビゲーションじゃないんですか。ごめんなさい、自分でも殺した場所忘れました。教えてくれ。ナビゲーション、ナビゲー、右側ってことなんですかね。相方がちなみに双葉さんなんだよな。左3人はずっとなんかなんとなく一緒にいたから、右の3人のうちに2人いるってことだもんね。自分ずっとアリクマと行動してて、で、ウェポン入ってカフェテリア行って、マシャカリさんとすれ違って、一緒にアドミン入ったんですけど、マシャカリさんがもう明らかに逆走してついてきたんで、これやばいなと思ったんで、あのマシャカリさん多分ナビゲーションでキルして、キルクール上がったからもう一人って感じだと思いますよ。ちょっとめちゃくちゃ怪しいのが、僕とすれ違ったのが、カノアさんとアリクマさんだったんですよね。で、僕一人の状態でもうドズルさん殺してるのは僕分かってると思うのに、なんでそこでボタン押さないのかなって。僕ボタンなかったんですよ。ああ、そっか、じゃあ白いな。強いなボタン押したかったんですけど。ほなもうじゃあマシャカリさんと面じゃないのじゃ。いや僕と双葉さんですね。あー、まあ、まあ、それか僕が僕なんかメンさんっぽい。僕がメンさんですね。僕がメンさんと僕が双葉さんですね。うん、まあそれかカノアさんって選択肢もありますけど。いや誰なんやろ。まあとりあえずでももうタスクがほとんどもう僕が一生懸命タスクしてたから、今回はね、ちゃんとタスク、もうアドミンミントタスクガンガン進めたから、だいぶ絞れたんじゃないんでしょうか。はい、ま、さあ、はい、さっきの話だと面だけ浮いてる、はい、僕、いや、大原さんはエレクトリカルの下にいました。エレクトリカル前で双葉さんとあのドアが閉まってる時。そうですね。なので4人一緒にいたんですよ。なんで、で、マシャカリさんは本当は私が。マシャカリさんが大立ち回りしてたってこと。ほとんどマシャカリさんキルだった、ね、うん。ナビゲーションでキルして、その後に、アドミンまで走ってきてキルしたんじゃないかなとは思うんですけど、わかんないですね。それか、まあ、もしかしたらワンチャンカノアさんがナビゲー、いや、ないな。ないですね。はい。すいません。ずっとアリクマとシールドを、シールドってコミュニケーションあって、でその後シールド入ってナビゲーション入って、オーツ入ってウェブ入ってカフェテリア入ってアドミンでしたね。で一緒にぐるって回ってたんで、あ、じゃあ
ナビゲーション2ってそこなんだ。ゴンさんはもう絶対白いと思ってるからな。で僕も、コミチンさんも白いと。これでもしコミさんだったら相当辛抱強いなって。確かに、お互いね。お互い、相当辛抱強いって。キルに関してはでも、社会さんがほとんどなんで。そうなんですよね。その辛抱強い2人の中に。またあるかもしれない。まあ、オラフ君のキルを大原さんがっていう話。まあ、あるかもしれないです、それは。オラフ君の1対1が離れてないんで。まあ、左のロッカーじゃないです。左のロッカーです。僕が消しました。やっぱり消したんすか。やっぱり消したんすか。白くなりたかったんすよ、あそこで。そういう。って皆さんに言われた。隠しね、押したら隠しました。まあでも、あれだよね、その相方がしてたらわかんないもんね。ああ。まあ、村人って白くなりたくないと思うんですけどね、ただ。白くなると殺されちゃうんでね。ああ、なるほど。あ、そうなんです。この前って、カノアさんがレポートしましたよね。何ですか？ドズルさんの死体ですか？誰のかの死体？この前の会議ってあれ？違うか。僕、ドズルさんがレポートしましたね。僕、同タイミングでしたね。一番初めの時はですけど。ああ、はいはいはい。様子見ようかな、じゃあ。なるほど。双葉もうタスク終わってます。他と少しです。カナマ。いやー、まあどっちにしてもこれは、もうインポスターきついでしょ。5人番目にタスクあともう、もうちょっとやから。ね。ドズルさん、僕は白ですよ。僕は白なんですよ、実は。あの弁当は弁当見てたかも分からんけど、タスクめちゃめちゃ着実にこなしてました。いや、めっちゃタスク早かったと思う。うん、タスクの速さ日本一やったから。いや、言うてそんな早くはなかったか。なんかちょっとマンネリし始めた人たちの集まりがあるな。あ、すごいなぁ。僕、白ですよ。いやもうあれは黒かった、あれは黒かった。いやさん、とりあえず弁当の点検のお仕事されてますもんね。点検してたんすよ。弁当点検もしてたし。誰もいなかった。すごい、セキュリティの扉閉まってんのに弁当の上に立っていて、カメラ見てないもん。いや、カメラそうなんですよ。で、カメラちょっと見て、あ、そういうことか。で、戻ったら、ま、あの人が来て、プシュってやられました。いや、まあ、あ、もういたわ、もしかりさん、展開。いますよ。いやー、ほんと。ね、くそ。めっちゃゴシゴシしてないなと思って。これ、いやでもこれどっちみちインポスターこれきつないですか、タスク的に。あの、ね、タスク的にもう行かないといけない。 あと白が照明めちゃくちゃできてるから厳しいな。あ、いった。え、はいはい、大原いいでしょうか。あのカノアさんが目の前で双葉さんを噛んだんですけど、この場合ってどうなるんでしょうか。そのままお返しいたします。もう左側で、うん、さっきのオラフ君の時のキルで浮いてるのが大原さんなので、まあお二人に託すしかないんですけど、うん、もうね、どうでしょうか。最後リアクターが鳴って、キルの時は僕一応メトベイでボンさんとコミチさんと二人にお会いしてたっていう、もう直近の、まあ、でもそこはマシャカリさんの大立ち回りの可能性があるから別に。確かに。ごめんなさい、アリクマさんが亡くなった時ってアリクマさんの死体を見つけたのがカノアさんでしたっけ。僕その一緒にずっと行動しててカフェテリアで、うん、アドミンの見てくれた人は分かると思うんですけど、カフェテリア入って、で今の話リアクターなったじゃないですか、うんうん、あれって早めにタスク終わらせようと思ってまだアドミンが終わってなかったんですよ、うん、アドミンのそのダウンロードタスクが終わってなくて、だからその、うん、待ってて、でその死体が見えたので、あ、やばいと思って通報しようと思ったら、ちょうどその時に双葉さんが通報してたので、今回そのアドミンでタスクやってたのはそういうことです。あれっすか、双葉さんか。そうですね。で僕あの死体だけはマシャカリさんが殺してるのを見ました。アリクマをマシャカリさんが殺してるのを見ました。面なんちゃうの。面、僕も面だと思ってる、ね、これも投票させてもらいます。自分は目の前でクリしたんで言いたいんすけどね。今日いっぱいになるね。でも人狼ね、うん、部屋変えた方がいいかもね。
あの、マジですると本当に変えていただきたいっていう、もう、めちゃくちゃきついっす。いやー、ごめんなさい。ナイスでーす。ナイスー。いやいや、ごめんなさい、ごめんなさい、こっちもなんか。部屋変えましょうか。そうそうです。はい、ごめんなさい。勝たせてあげたかった。5割超えてるよ、多分。ありますからね。そう。で、多分結構疲れてるだろうなと思って、僕は率先して殺しました。いやー、素晴らしい配慮。素晴らしいご配慮。一緒になった時笑いましたもん。うわ、またやと思って。これかわいそうだなと思って、ちょっと疲れてるだろうなと思って。人狼連続で弾くと疲れますよね。いや、懐かしい気疲れますからね。一息入れたい。なんか、1ヶ月ぶりだったんですけど、こんなに弾くもんなんすね。こんなに弾くっけって思いながらやってました。久しぶりほど弾いちゃいますからね。動画が面白かったという方は、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。毎日17時に動画投稿しているので、ぜひまた見てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。